あれが蜃気楼の宮殿。ふん、決戦の舞台としちゃ悪くないよ。困難な道のりになるだろうが、俺たちなら乗り越えられるはずだ。俺はみんなとここまで来れたことを誇りに思う。このまま最後まで行くぞ。セネルたちが現れただと。どうやら地下を通ってやってきたようです。お待ちください、ワルター様。なぜ止める？ワルター様はメルネスのおそばを離れないでください。陸の民のことは私たちにお任せを。それが親衛隊長であるワルター様の役目、オサからも命令されているはずです。わかった、任せる。俺はここから人形兵士を動かすとしよう。よろしくお願いします。みんな気をつけろ、何か近づいてくる。何？弱そうだな。魔人剣、魔人剣、見事だ。魔人ファイアースケーション、魔人剣、支援の世界、サンダーブレード、支援の世界、月星神、何の種類の魔人剣、ゴーシファイアースケーション、ストーブ、支援の世界、幻想剣、フリーズランド、支援の魔人剣、何をするつもりだ。支援の世界、フリーズランソン、支援冷却、勝負、チアリング、支援冷却、減少剣、周囲魔人剣、支援冷却、フリーズランソン、支援冷却、周囲魔人剣、ボルトアロー、周囲魔人剣、支援冷却、フレイムカット、支援冷却、クールズダウン、チアリング、これでいける、何が来るか分からん、目をそらすな。スプレッド、剣、周囲魔人剣、支援冷却、ファイアストーン、勝負、支援冷却、支援冷却、減少剣、周囲魔人剣、少しは温存しないとな。ファイアストーン、クールズダウン、スプレッド、少しは温存しないとな。もう一押しだ、支援冷却、勝負、シュー、ボルトアロー、支援冷却、勝負、スプレッド、支援冷却、もう少し力を抑える、支援冷却、少しスーイング、力を抑える、フレイムカット、支援冷却、力を抑える、支援冷却、ボルトアロー、シュー、魔人剣、支援冷却、サンダーブレード、何をするつもりだ、支援冷却、ボルトアロー、魔人、シュー、魔人剣、フレイムカット、支援冷却、魔人、シュー、魔人剣、支援冷却、ファイアスター、支援冷却、試してみる、支援冷却、アンチシールド、支援冷却、これでしのげ、もう一押しだ、支援冷却、魔人剣、シールド、どんどんいくよ、支援冷却、悪いな、手加減を忘れてた。
今の人たちがあの魔物を操っていたのか。そのようだな。貴様がここまでやってくるとは意外だったぞ、セネル。よく打ち捨てられた力出てきたが、その覚悟だけは褒めてやる。チャーリーは扉の向こうにいるのか。だとしたらどうする。会って話す。俺たちはそのためにここへ来た。無駄だ。メルネスはもはや貴様と何の関わりも持たない。それは俺が判断することだ。どけ、ワルタ。もう一度だけ言う。そこをどけ。おざけ。ザッコじゃなさそうだな。それはどうかしら。ブラッティーハーディング。魔女綺麗な写真を全身。ブラッティーハーディング。ブラッティーハーディング。シュー魔人剣。ブラッティーハーディング。魔人剣入成功。勝負。ミス。ミス。ロング。ブラッティーハーディング。魔人剣入成功。ミス。次のため。ロゾーチェック。シュー魔人剣。ブラッティーハーディング。魔人剣入成功。ゴーストに魔人剣入成功。シュー。ブラッティーハーディング。剣入成功。シス。成功。クレンプ。ブラッティーハーディング。ブラッティーハーディング。マッチュー人間で。フレイムカッター。ブラッティーハーディング。マッチュー人間で。ブラッティーハーディング。チューマッチュー人間で。お姉さん、ブラッティーハーディング。フェンスクレン。ブラッティーハーディング。魔人剣入成功。魔人剣。ブラッティーハーディング。成功。キレイに剣入。ブラッティーハーディング。ロング。キレイに剣入成功。シューマジ。ブラッティーハーディング。ブラッティーハーディング。少しは応答しないとな。先行。ブラッティーハーディング。魔人剣入成功。先行。ブラッティーハーディング。ステージング。シュー魔人剣。ブラッティーハーディング。先行。コガハダ。ブラッティーハーディング。魔人剣入成功。剣舞。シュー魔人剣。ブラッティーハーディング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 。準備はできた。よし。ブラッティーハーディング。次とどめ。シュー魔人剣。レンガだ。
ブラッティーマリン。魔人剣入門。シュン魔人剣。魔人ヒッノス。先に手を出したのはそっちだからな。なぜだ、陸の民である貴様がなぜそこまでの力を。メルネス、終わりだワルダ、お前はもう戦えない。ここは倒産。そんなボロボロの体で、よせ、もうやめるんだ。メルネスを守るのはこの俺だ。待て、ワノジメ、なんちゅう執念じゃ。もしかしたらシャーリーを連れてここから逃げ出す気かもしれん。やばいじゃん、すぐ追っかけなくちゃ。再び会うことになるとはね。シャーリー、俺たちは戦うためにここへ来たんじゃない。話をするためじゃ。大沈下なんてやめてくれ。功績欲なんて復活させるな。聖なる、なぜそこまで。知っていたのか。静かの僧侶が教えてくれた。あなた方が打ち捨てられた地と呼ぶ場所、そこに存在するもう一つの僧侶です。私ら僧侶陣にいっぱい教わったよ。幻想王国が生まれた経緯も、大沈下がどうやって起こったかも。確かに私たちの先祖は悲惨な種族闘争を積み重ねてきた。そのことは認める。だけど俺たちは今を生きてるんだ。過去にこだわる必要なんかないだろう。みんなの言う通りじゃ。ジョーちゃん、もうやめるんじゃ。遺跡戦を後発陣の領土とするよう各国に掛け合ってもいい。お互いが共存する方法を探っていかないか。ここまで来て何を言うかと思えば、くだらない。私がお前たちの話を聞くと思ったか。動くな。それ以上近づいたら即座に功績欲を発動させる。あの玉座が功績欲を発動させる装置なのか。シャーリー、俺だけもう少しそばに行ってもいいか。せめて目が見える位置までな。待て、それ以上近づくな。
話せばわかるなどと思うな。前にも言ったはずだ。私はもはやお前の妹を演じていた私ではない。だから俺はここまで来たんだよ、チャーリー。何？今俺は自分の気持ちをはっきり口にすることができる。兄と妹としてでなく、一人の人間同士として、もう一度チャーリーと歩きたいんだ。お姉ちゃんはステラを忘れたりはしない。だけど思い出にする。今の俺にとって大切なのはシャーリーだ。残念。ううん、もっと前から聞きたいと思っていたことが、ダメだと言い聞かせても心のどこかで常に夢見てた。まさかこんな形で耳にするなんて、ありがとう。おお、やったんか。私は今の言葉を胸に自分の使命を果たすことにする。どうして？私はメルネスであることを選んでしまったから、もう後には引けない。私がどれだけの責任と期待をこの身に背負っているか、ソーガに教わったのならわかるでしょ。だからって大沈下を起こすことをシャーリー自身は望んでいるのか。私メルネスだから、メルネスの使命を果たすことが私の存在理由だから、もはや私に迷いはない。どうしても大沈下を止めたければ私を殺すしかない。シャーリー、お前。だけど私だってむざむざ殺されるわけにはいかない。決着をつけましょう。よく言ったメルネス。こいつらは俺に任せて、メルネスはセネルの始末を。ねえ、リッチャの表情見える？見えるとも。なんちゅうか面白いんじゃ、ジョージャ。シャーリーさんの心情ははっきり伝わってきますね。迷いのない人間が。あんな顔をするものか。何？どうして攻撃しないの？来ないならこっちから行くわよ。本当なんだから、私本気なんだから。冗談なんかじゃないんだから。すみません、シャーリーがメルネスだったら決着をつけるってみんなに約束した。でも分かったんだ、俺にとってはメルネスだろうが何だろうが、シャーリーはシャーリーだ。すんだ。黙って来ないで、来たら殺すわ。殺すって言ってるじゃない。またどうして出ないのよ。私メルネスなのにこんな
じゃダメなのに。私は水の民の数千年にわたる思いを背負ってるのに、どうして、どうして、どうして攻撃できないのよ。シャーリー、帰ろう。みんな、メルネスよ、セネロに気を許してはならん。マウリッツ、お前はセネロにずっと騙されていたのだ。今から真実を教えてやる。聞け、メルネス、セネル・クーリッチはバーツラフの手下だったのだ。3年前の事件もセネルが引き起こしたものだ。え、よせ、やめろ。セネルがステラをたぶらかし、我々をバーツラフに引き渡したのだよ。証人もいる。ステラは関係ない。あいつのことを悪く言うな。ステラは、シャーリー、これは今の話、本当？答えて。今の話、本当なの？答えて、お兄ちゃん。本当だ。そうなんだ。シャーリー、俺は。お姉ちゃんは知ってたの？あ。そっか。知らなかったの。私だけか。シャーリー、これには訳が。お兄ちゃん、今まで私に黙ってるの辛かったでしょ。そんなことは。私、お兄ちゃんとは心が通じ合ってるって思ってた。でもそれって幻想だったんだね、シャーリー。きっと仕方ないんだよ。私は水の民で、お兄ちゃんは陸の民。分かり合えるはずないんだよ。どうしてこんなにねじれてしまうんだろう。どうして水の民と陸の民はこうなってしまうんだろう。どうして私たちは出会ってしまったんだろう。シャーリー、セネル、さようなら、お兄ちゃん。おお、ついに、ついに鉱石欲が復活する時が来た。やめろー。この振動。あら、外がなんだか明るいわね。何が起こってんの？見てみましょう。